はい。はやちち。ゆれ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 。ガチャ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 。ガチャ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 。ゆれ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 。いい子だね。久々の保育園だね。やったー。携帯欲しい。来たよ。ん？ゆで。違うの来たよ。あ、通ってんだっつの。めっちゃ見て。こっちおいで。ちいちゃんおいで。抱っこしてあげる。おいで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 。せー。はい。おいで。あ、来た来た来た。あ、来た来た来た。タッチ。タッチタッチ。おいで。それが限界か。お、すごいすごいすごい。すごいじゃない。はい。どうしよう、切ってる。じゃあ今日はスイスイ6ヶ月なんで初めてのおせんべいあげてみたいと思います。釘付けですね。いくよ。じゃあ記念すべきおせんべい一口目。今持って。お。はい。おお。ハムハムするところからです。食べて。おおお。食べた。食べた。これね。6つの野菜おせんべい。こういうやつですね。食べた。お、すごい食べてる。あえ。落ちた。あ、なんか割と自分で食べたいタイプだな。口どけがめちゃくちゃいい。うわ、すごいね。好きかどうかは別として口に運ぶの。だいぶ離乳食番外編みたいな感じだもんね。うん、なんかすごい興味津々だね。何これ言ってて、うん、なんかね、まあ、よだれかけつけないんですかっていうワードが結構質問あったんだけど、スイちゃんよだれかけに反応してご飯食べなくなっちゃうので外してます。汚れてもいい服というかね。そうだね、うん、まあ、もうそんな感じだね。今日はね、もうこれは洗濯だから、まあ、洗うしかないんで。食べた。おせんべい系得意っぽい。すごいね。うわ。あ、これはおせんべいすごい好きなタイプの人だね。あ、上手だね。上手。え、すごいすごい。
落ちちゃう落ちちゃう。張り付いた。まあいいよ、好きに食べさせてあげる。いやいやに。落ちた。すごいね。ガボガボ。それ指やで。うまいっていうの。スタートしよう。なんか初めてとは思えないぐらいなんか持ちこなしてる。めっちゃ食べてる。持ちこなしてはないでしょ。何これ。美味しいな。手ぐ。何パーセントぐらい口の中にちゃんと入ってた。すごい。上手に食べ。溶けてなんか。めちゃめちゃのって大変だよ。めちゃめちゃだよ。あ。これ痛い。これ痛い。あっちゃ。取れるようになってる。ぐちゃぐちゃにしないの。おお、すごいすごい。騒がしい。食べたお。ちゃんと飲み込んだね。今。乗っかった。乗っかった。乗っかった。はい。よいしょ。どうだい。上手になった。うまー。はい。うん。口から出ちゃったよ。まあね、ということでね、スイスイ初めておせんべいを食べるでした。汚ね。汚な。まあ、結果汚ねえというか、ね。親の忍耐力というかさ。汚まあね、みんなもう、ね、まあ、チュワチュワするだいぶ気になんないよね。かわいい。注意リン、そっち行ってあげて、カメラの方注意、まあ、ここ注意しゃがめ注意まあ、スイちゃん右利きみたいだね。あー、落っこちゃった。やる？ここ。だってさ、つけるの。よいしょ。え？それだけ？え？でも、でかい塊あったよ。でかい、あ、これか。あ、でもなんか食べてると気に入ったのかな？うん、本当に。まあ、食感がおもろいだけなのか。うん。結果、加えてたらなくなっちゃったっていう。うん。おー、すごい、なんか集めてる。集めてる。そっちに行って。ここで。ついに2個目食べないの。ここ明日にしよう。はい、ということで今日のスイスイでした。いや、まだまだあるか。後編も食べようね、おせんべい。おせんべいは食べないけど後編続きます。スイちゃん、スイスイ、ではまた。いい顔。はい。来たね。スイちゃん。スイ。はい。だね。ママお風呂。ね。パパとスイスイで。お姉ちゃんは部屋の掃除。兄貴も部屋で待機。遊び中。ね、スイート二人きりだね。今日いろいろ疲れたね。疲れた。ね。一緒にお出かけしましたね、今日はね。仕事、パパが終わってからね。疲れたね。愛想よき子さん。ほら、チュチュチュ。
痛い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 、すごいね、顎の力が最近ついてきて歯が痒いのかな、歯入ってきたかな、歯チェック、まだ入ってきて、まあ1円かな、よし、よし、まだ生えなくていいな、生えなきゃ困るんだけどね、はい、スイスイお風呂出ました。もうちょっとしたらミルク飲んでお休みかな、もうすぐ9時ぐらいですね、もうちょっとしたらお腹空いてくると思うんで、明日のヘアスタイルに向けてちょっと七三 V どっちがいい、 V 字バング、タムケンみたい、あれタムケンみたいし、タムケンみたい、ちょっと嫌そうだね。じゃあちょっとタムケンっぽい感じで、タムケンチューチュー、ママの方がちょっと、はい、チューチューこっちだよ、比較的スイは抱っこされていると静かですね、かまってちゃんなんだよね、お風呂入ったからピカピカだね、さっきおせんべい食べたら顔がカスだらけになっちゃったね、はい